人類がまだ誕生していない時代にお伝えしましょう。巨大な生物が地上を持ち歩いていた世界、ようこそジュラシックパークへ。オウムのように曲がったくちばしを持つこのプシッタコサウルスは角を持つ恐竜の中では最も小柄で恐竜の祖先と考えられています。プシッタコサウルスはプロトテラトプスやプルテラトプスと同じ草食恐竜の仲間です。この点自体に生物する草食恐竜は背中のプレートと尻尾スパイクを駆使しアルカウルスのような外敵から身を守ります。中世代に恐竜が実際に食べていた食物をふんだんに与えています。次はハドロサウルスの入り江です。こちらセントラルコントロール、ご安心ください。すぐに僕と元の航跡を出します。ステーションはこちら本部。スワーボートはまだコースを外れてる。トランスポートステーションでボードを止めるんだ。